内山でございます。本日はようこそお越しくださいました。これより別次元の進化を遂げました新型プリウス PHV をご紹介いたします。商品面だけではなく、この PHV にかける思いも合わせまして直接お伝えさせていただきたいと思い、この場に参りました。その思いをお伝えするのに、まずはトヨタの環境車への取り組みをお話しさせていただきたいと思います。昨日発表させていただきましたが、全世界でハイブリッド車は累計販売で1000万台を超えました。これもひとえにお買い求めいただいたお客様あってのことでございます。この場をお借りしまして、支えていただいた多くの皆様方にお礼申し上げます。本当にありがとうございました。そしてハイブリッド1000万台による CO2 排出削減量は約7700万トン、これは東京都の1年分以上の排出量を削減したことになります。このようにトヨタはこれまで CO2 排出削減をはじめとする環境問題、エネルギー問題に真剣に取り組んでまいりました。すべての始まりは1997年の初代プリウスです。試行錯誤の末でございました。プリウスが果たした役割は、エコカーというジャンルを確立し、お客様に新たな価値と選択肢を提供できたことだと私は思います。心がけていましたのは、新しい時代に向けたお客様目線、お客様ファーストの車作りです。その後、どなたにもハイブリッド車を身近に感じて選んでいただけるよう、すべてのカテゴリーにラインナップし、普及に努めてまいりました。その結果が販売台数1000万台となり、環境問題へいくばくかの貢献ができたのではないかと思います。しかし残念なことに、まだまだ環境問題は深刻化しています。そこでトヨタは持続可能な社会の実現を目指し、2050年に向けた6つのチャレンジを掲げました。中でも CO2 の排出削減は重要な取り組みテーマでございます。新車から排出される走行中の CO2 を2050年には 90% 削減するという高い目標を掲げて取り組んでおります。ハイブリッド車販売1000万台はまだまだ通過点に過ぎません。もっともっと CO2 を削減する、その目標を達成するにはエコカーのさらなる普及が必要だと考えています。エコカーは普及してこそ環境への貢献という思いのもと、普及を見据えたエコカー開発をこれからも行ってまいります。そしてそのエコカーの中でも PHV こそがトヨタにとって本流となる普及の要だと思っております。初代プリウス PHV でいただいたさまざまなご意見をしっかりと受け止め、
新型プリウス PHV はあらゆる面でお客様の期待を超える別次元の進化を果たしました。自信作です。新型プリウス PHV の開発にあたり、改めて本来のあるべき姿、つまり PHV が提供するための普及するための使命について基本から考え直しました。一つはお客様ファーストです。いかに安心と利便性をお届けできるかを追求いたしました。もう一つは環境ファースト。これは CO2 削減への貢献でございます。この二つの大切な使命を PHV に託しました。それではまず第一の使命、お客様ファーストについてご説明いたします。 CO2 排出削減に向けてエコカーは多様化し、お客様の選択肢が広がっています。お客様が生活される地域の環境や車の使い方など、さまざまなニーズや期待に対してしっかりと応えていくということがまずは基本思想です。そしてその基本思想のもと、新型プリウス PHV は安心と利便性についてもしっかりと答えを出しました。 EV としての走行距離は 68km です。普段の生活においては EV としてほとんど電気だけで走ることができます。先ほど私は安心というキーワードを使いました。東京から仙台へ、あるいは遠く福岡へ中長距離ドライブをする場合、ハイブリッド車としてガソリンを使いながら走ることができます。充電した電気を安心してすべて使い切ることができるわけでございます。また充電は家庭用コンセント、急速充電、太陽光充電と多様な充電方法に対応し、利便性を大幅に高めました。別次元の安心と利便性をお客様にお届けしたいと思います。続いて2つ目の使命、環境ファーストについてお話しさせていただきます。普段は EV としてほとんど電気だけで走りますので、走行中の CO2 排出量はゼロでございます。そして長距離走行や万が一充電を忘れた時にも、ハイブリッド車として CO2 の排出を抑えながら走ることができます。この PHV が普及すれば CO2 の排出量は確実に大幅に削減できます。普及してこそ環境への貢献であります。 PHV は普及するための必要な条件を備えていると言えます。トヨタは2014年燃料電池自動車ミライを発売いたしました。 FCV は究極のエコカーと言えますが、水素供給インフラの整備など解決すべき課題も抱えており、水素が当たり前の社会、 FCV が普通の車になるまでにはまだまだ長い時間を要します。 EV も FCV と同様に走行中に CO2 を出さないゼロエミッションカーでございます。しかし世界中でさまざまなお客様に自由に選んでいただくようになるまでにはまだまだ時間がかかります。さらにこれからしばらくの間は依然として石油が自動車エネルギーである時代が続きます。このような状況の中、普及により CO2 排出削減に貢献できるエコカーが PHV です。トヨタはお客様ファーストと環境ファーストの車作りに
徹してきました。この2つの使命が重なるところに PHV がございます。この PHV はハイブリッド車以上に普及に努めなければなりません。エコカーの大本命であり要であり、これからのエコカーの主流となるべき車であります。ハイブリッドの次は何だ。それはこの PHV です。これがトヨタの答えです。新型プリウス PHV の発表にあたり、改めて私の強い思いをお話しさせていただきました。この新型プリウス PHV がお客様からご支援をいただき、普及に弾みがつくように徹底的に作り込みました。それでは初代プリウス PHV から一貫して開発に関わってきました金子よりご説明申し上げます。開発責任者の金子です。少々大げさな言い方ではありますが、別次元、そう言えるほど初代のプリウス PHV から進化を果たしておりますので、ここでは5つの進化を中心に新型プリウス PHV の魅力についてご説明させていただきます。別次元の進化のポイントはこちらの5つです。 EV 走行、充電システム、安全技術、デザイン、そして給電機能です。まず EV 走行です。2倍超え、 PHV システムの進化により劇的に EV 走行距離を拡大しました。その距離は 68.2 キロ、初代プリウス PHV と比較すると2倍以上です。次に EV 走行パワーについてです。デュアルモータードライブシステム、従来のモーターに加えジェネレーターをモーターとして活用、モーター2個分の動力で力強く走ります。初代プリウス PHV ではお客様から高温や低温時などに比較的エンジンがかかってしまうというお言葉をいただきましたので、別次元にレベルの上がった新型プリウス PHV はほとんどエンジンがかからずに EV 走行できます。皆様に少しでも実感いただけるよう映像をご用意いたしましたのでご確認ください。見ていただきたいのは2点です。坂道を登ることと加速の様子です。画面向かって左側には走っている勾配の断面図、中央が実際の走行映像、右側がインパネの記録映像です。映像では伝わりにくいかもしれませんが、かなりの勾配を登っています。ですがエンジンはかかりません。 EV 走行のみで坂道を登っていきます。続いて加速時の映像です。135キロまで一気に加速しているところですが、こちらも同じくエンジンがかかっておりません。無音の映像だと思われるかもしれませんが、実際に聞こえておりますのが走行時の室内音です。いかがでしたでしょうか。あの坂道を力強く走っても、また平地を135キロで走行してもエンジンはかからず EV 走行をしました。これでこの新型プリウス PHV は日常ではほぼ EV というふうにお分かりいただけたかと思います。家の電気でそのまま充電。続いて充電システムに関する進化をご説明します。家庭用のコンセントで充電できるので、この新型プリウス PHV を手に入れたその日から充電が可能です。大きな工事のいらない 100V でも充電できるのはもちろんのこと、 200V ではわずか2時間20分で充電完了できます。さらに急速充電では
約20分間で 80% の充電が可能です。そしてついに太陽光を走るエネルギーに、量産車では世界初となるソーラー充電システムを S と S ナビパッケージにメーカーオプションとして搭載可能です。ついに太陽光を走るエネルギーにすることができました。次に別次元の安全技術です。見る止まるに長けた先進の安全、この新型プリウス PHEV は最新の衝突回避支援パッケージトヨタセーフティセンス P を搭載しております。ご覧の実安全の追求から生まれた4つの先進安全機能があります。これらは見る止まるに長けた先進の安全性能です。そしてこの4つの機能の中でも特にLED の点灯消灯を制御することで、先行車や対向車に光が当たる部分を自動で制御するアダプティブハイビームシステムはトヨタで初採用となる先進安全技術です。そしてこだわり抜いたデザインに関してです。技術とこだわりの詰め込んだデザイン、 TNGA 新プラットフォームを採用し低重心パッケージを実現しました。そしてプリウスよりもフロントとリアのオーバーハングを拡張してより伸びやかで車格感がある非常に大きな、車格感がアップしたデザインになっております。私が気に入っているのは特にこのリアスタイルになります。特にこの2つの膨らみを持つダブルバブルウィンドウです。今回ってきています。光の反射でバブルが分かるのですが、意外とこのへこみが深いんです。ついつい触れてみたくなるんですけれども、実はこの深いデザインのバックドア、これを実現できたのもバックドアがカーボンでできているからです。今回バックドアにカーボン素材 CFRP を採用することで骨格部で約 40% の軽量化を実現しました。実はこのバックドア単品にしてみると片手で持ち上げることができるほど軽いんです。ぜひ私のこだわりをこのダブルバブルウィンドウと CFRP を後ほど実車でご確認いただければというふうに思います。そして別次元の進化5つ目の外部給電です。エンジンをかけずに電気を使用、外部給電機能についてはエンジンをかけない EV 給電モードを選択できるようになり、エンジン始動なしで 1500W の電力を使えるようになりました。さらにエンジンが始動して給電するハイブリッド給電モードでは災害時など 1500W では電力を約2日間連続して利用することができます。いかがでしたでしょうか。そしてさらに実はもう一つあります。この新型プリウス PHEV はつながる車第1号車です。つながることによって車とお客様の新しい関係、より安心で便利な車社会が始まります。以上です。新型プリウス PHEV の5つの別次元の進化をご理解いただけましたら幸いでございます。ご清聴ありがとうございました。PHEV.